じゃ自己紹介をお願いします。はい、私はモニカです。一歳です <laughs>、うん。あちあち <laughs> あち。モニカです。年は一歳です。よろしくお願いします。いい実は僕はあの猫アレルギーなんですよ。猫アレルギーですか？<laughs> あのモニちゃんでして今年は一歳。まあこの子はスコティッシュフォルドという。 あの種類でして、耳がこうやって垂れてるんですよね。耳ある?いい。耳ない猫とかいないでしょう?ね。かい,いよね。耳が垂れてまして。まあ、この、なんて言うんですかね。こう耳が垂れてるイメージが。優しいそうに見えるっていうか、そういうイメージがありまして。実際のこのツッコティッシュフォールドの性格も。あの、人、人が好きで。なんていうんですかね、こうって、いい子なんですよね。はい。 あ名前がなんでモニカって質問来ましたはいモニカはなんかなんていうんですかねなんてやろうどうしたあ僕ちょっとデコハレなきゃ取り合いななんでしないとずーっとなんかなんでなんですかねあの妹は猫とかワンちゃんを飼ったらモニカっていう名前を絶対つけた方っていう ことでモニカちゃんに早速しました。可愛い,い,いのは可愛い。いい？大丈夫？大丈夫。多分大丈夫。可愛い,い。可愛い,い。可愛い,いね。皆さんもうずっと一緒にモニちゃんの可愛いところいっぱい見ましょう。じゃあそれではねあのー、次のコーナー行きたいと。次のコーナー行きますか。あ,あのー、そうですねエンディングになっちゃいます、ね。もうエンディングですか。はいもうエンディングです。モニーエンディングだとどうすんの？どう,どうする？ おい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 おお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 お 可愛い可愛い, <laughs> い,いジャンプしてあのあともうずっとギミンの目が赤くて <laughs> <laughs> そうですねずっとくしゃみでってもうマジで,シでしたやばかったです、ね、あ<ー>いやでもモニちゃんあのー、収録の時にこれ終わって次またずっと収録残ってるんじゃないですか、はい、であの辺に一人でこう籠の中にいるんですよそこいいててて、はい、ずっと泣いてるんんですよなんか 僕がこうやって言ったら、なんかすげえこうやってすり。すりつ、すり、すりつけて、うんうん。すりすりしてきて。うん、めちゃくちゃ可愛かったんですよね。会いたいんですけど、怖いですね。猫アレルギーだからね。ね猫アレルギーじゃなかったら、もうマジでガンガン触るのに、ね。にこうやったら。

何なんそれって <laughs> 何お前達成した顔してるんだよ <laughs> かわいいねよそれで待って <laughs> こうなりますでこれを<れ>、ま、マジで無理絶対うらっズバついてるし <laughs> 濡れとるし <laughs> <laughs> ちょっと待ってください これよどうやってこれマジで一生できないこれどうですか無理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 あいや <laughs> 俺今汗かいてんだから <laughs> いや無理だよやっぱり風船は絶対克服できない 収納付箋出ると時、マジで、あの、うるさくなりますよね。本当ね。いや俺も喉壊れちゃうんだよ。ハリウッドアクションになりますよね。本当に。いや、これを、韓国版見ても半端なかったし。うん、あのでっかい付箋あったんじゃない。あ,あれ、あれやばかった。あれはね、もう本当ね、ライブをやった後に、そう、とって良かったよ。ね、マジで。ライブの前にやってたら、もっとも、声出なかったよ。多分。その時、ビッピリすぎて。俺も怖かった、それは、マジで。ああ。 でも一応私も気使ってるんです風船はまあ二十回に一回ぐらいかなみたいな無くていいよ <laughs> 風船無くても十分楽しいこといっぱいできんで全然 <laughs> お願いしますマジで待ってますでビリビリペンはやめてください <laughs> なんだよねお前それは <laughs> マジやめてくださいちょっと風船だけは疲れちゃうんですよまあいっか ないか。あ、いいんですね。あ、いいんですよね。よくないわ。よくないっすよ。じゃあ、それでは、次。よはない。見てみましょう。よくはない。どうも。なすか、これ。なんすか、これ。これ見たことある。これ、なかなか怖いんだよ、ね。ワニって言うんだっけ。ワニです。ワニ。これ、なんか挟まれるパターンですか。口開けて歯を押していって。 挟まる。最初やる人、負けた人から一つずつおごっと。オッケー。最初はジーニー。バイバイボ。バイバイボ。バイバイボ。Yes。やっていきます。手を結構。マジでさ。いやいやいやおかしいやろこれ。黒いゲームそうだしさ。何でも一発で当たるよ。やないな。いやいや普通こんなことないだろう。大丈夫じゃあ俺が。一発目から。

嘘って言ってよ、これ。じゃ<や>、アンネルジーこんな当たるん、俺。アンネルジーギー海外ボ逆にすごくね、マジで。ね、まさか。うお。<ー>よし、一回勝ちました。じゃあ、あアンネルジーギー海外も。<ー> <laughs> いや、マジかよ。<laughs> 弱すぎるじゃん。はい<ー>。まじかよ。運 <laughs> が悪いな。 ワニワニアイグよしよしよくやったよくやったよしよしこんなことあるマジさすが緑だねこれ絶対仕掛けてる緑っボタン押してるでしょ誰か緑緑だねよしってねえしおね逆にそれできたら優しいよしよし俺のパット。パッドよしペットやお前ペット俺のペットじゃあ早速罰ゲームいきましょうか罰ゲームいきたいと思いますねこれ何ですかじゃあ

やばいなあれもうめっちゃしょっぱかったですよねあれ酸っぱいわ酸っぱい俺こんくらい飲んだのでもめっちゃ酸っぱかった、ね、死ぬかと思った<ー>もうそのまま喉と胃腸直撃やったからもうグワーやってよく飲んだねやばかったよ、うん、てかさ弱すぎだろマジで黒ひげの時もそうやったけどさ 一発目で押されるってもうどういうことやねんって運がないですね運がこの頃からもうジュノは勝負が弱いみたいなイメージがついちゃったんですよね、はい、いやほんまそうですよね,すねいやでもまあ最近はなかなか勝ってるけどねね、うん、あの時はもうほぼのあの時はもうヤバかったよ俺が勝てたねそうそうもう負けキャラだったからねそうあー面白かった <laughs> でもあの時があのワニ初登場だったんですけどああそっかいま<未>だに <laughs> ちょこちょこ出てきますからね、あいつ。そうやな、なんかあいつ緑色やし、ムカつくんですよ。<laughs> なんでやねん、緑。スウォンにも行ってるし、ヨンドンにも行ってます。確かにね、確かに。<laughs> 兄ちゃん、元気か。まあ、そのうちまた出てくると思いますよ。いいね、そうですね。<laughs>